ワンパンマンのガチャあったんだけど、ラインナップにガロいてさ、めっちゃテンション上がった。あと、竜巻もいるし。最高のラインナップだった。あとさ、黒光りがいたらね、完璧だった。黒光りがいればもうね、本当にね、無敵だったんでね、今回のガチャ。ダダーン！ワンパンチマン、ワンパンマンのフィギュアキューチェーン 3!あんたの武術を体験させ、チャランコバージョンのね、埼玉もいて、あと、めっちゃ聞けんのがさ、カツラ着脱の脱着可能なんだよね。つけたり取ったりできるってこと、埼玉も、あとジェノスもいるしね、今日の俺は昨日より強い。ジェノスで、ダンと来まして、もうお家に帰りなさい、吹雪。吹雪とあの、竜巻ダブルであの、ラインナップしてほしかったね。いっぺんにね、ダンをさ、挟んでもいいけど、これ、あとキングね。キングすーげえ威圧感あるなぁ。実際だったら俺らでも多分タイマン勝てんだよな、きっとな。しかしながらやはり今回のナンバーワンは画廊だろうな。悪を執行する皆殺しパーティーだ。素晴らしい。で、今開けたのが、あ、ロゴもあるんだね。ワンパンチマン。俺このシリーズ買うの初めてださ、2と1逃してる。で、多分ね、1と2に吹雪とかいると思うんだよね。まだ見てないから、わかんないけど。でも、今回、でも、竜巻絶対1段で来るか。そうすると2回目の登場なんかな。どうなの ?1 段、これ3段だからさ、1段と2段俺逃してるから、1段と2段に竜巻いないわけないもんな。最初に来るっしょ。まあ、埼玉もいると思うし、何来てんだろう、吹雪も絶対いると思うし、で、あの、吹雪と竜巻はダブルで来たしやな。同じなんでね。これが竜巻ね。おー、特徴的な服もちゃんと再現されてるね。デコられてるけど。あと、このロゴついてんのいいね。ロゴね。あとはジェロスもさ、楽しい。これさ、黒光もしかしてさ、いや、いないな。一段と二段、いたん、いや、いないと思うな、黒光りは。まだ出てねえよな。いや、出てんのかな、黒光り。ちょ、黒光りマジで欲しいんだけど。すげえでかいサイズで欲しくて。だな、おー！ジェノスかっこいいな！バトルサイボーグって感じがするね。この腕のメカ感がすげえいい感じ。超かっけえ、ジェノス。やば。で、ワンパンチマン。ちゃんとロゴ付きね。ワンパンチマン。おしゃれだね。あとはキングの威圧感だよな。キングの威圧感を、だな。いや、でもさ、リアルだったらきっと俺らもタイマン勝てんだろうね。キングそんな強くねえだろう。てか、全然強くねえだろ、きっと。キング。漫画読む限りさ、でも、顔面狂気で顔面怖いからな、この傷とか。睨まれたらひるむような、おぉみたいな。キング。カメレオン見たいだよね。カメレオン。実際はさ、あの、カメレオンって不良漫画みんな覚えてる？昔すげえ昔。あれはさ、実際すげえ弱いけどさ、なんつうの、威圧感だけど、威圧感つうか、ね、乗り切ってるって話だったじゃん。なんかそんな感じだったよね、キングで。いや、すげえかっこいい。でもキングかっこいいようなデザインな。キングとゲームしてよ、ゲーム。いや、すげえいい感じ。え、なんかすごい、あの、クオリティ高いんだな、このシリーズ。1段と2段逃してたからな。でも3段見つけてめっちゃテンション上がったんだけどさ、コンプリートセット買ったんだけど、すごいいい感じだ。あの、デコられてるけど、すごいクオリティ高いね。1段の2段のメンツちょっと調べ、絶対埼玉いるよな。1段、2段ともに。あと、吹雪もいると、ジェノスもいるとして、なんとしても吹雪はなぁ、ゲットしたいなぁ。で、これがね、あの、カツラ取れるチャランコバージョンの、埼玉、これいいよなぁ。1段と2、1段は普通のため、マント姿のさ、ヒーロー姿の埼玉なんじゃねえかな。で、これあの、大会にさ、あの、行くときに、変装して、この、変装してる、チャランコに変装して、この、埼玉っていうね。え、顔！埼玉の顔！え、めっちゃいい感じだわ、埼玉。これさ、待って、あ、こういう風になってんのか。普通の埼玉。で、先生。で、カツラを。これは面白いわ。カツラ着脱可能。これいいね！チャランコになって、さ、変装になってねえけどな、これもう。まあでも、頭剥げてっからさ、ね、カツラ被りやすいよね。いろんなカツラ被れるわ。カツラがこう、脱着可能つけたり、取ったりできる通称になっている、ワンパンマン、ダーン、埼玉。え、埼玉いいね！ただ、いや、ジェノスとかもかっこよかったけどな、埼玉もカツラ面白いし、キングも威圧感あってかっこよかったし、竜巻ちゃんも可愛かったしね。しかしね、ナンバーワンやっぱ画廊だよね。画廊絶対ね、3段で初めて登場だと思うんだよ。2段と1段にはいなかったと思うんだ。いや、わかんない。いたかもしんないけど、もしかしたらね。もしかしたらいたかもしれないが、まだ見てないからわかんないけど、絶対今回初だと思うんだよな。登場は。だって画廊だぜ。その頻繁に来るか。うわ、レア感半端なくない？画廊。かっちゃー。画廊超かっこいいよね。めっちゃ好きなキャラだわ。まあ、一番好きなやっぱ黒ビクラとタンクトップマスター。タンクトップマスターとね、
黒光やっぱ熱いよね、画材系としてはさ。お、ガローだ、やったー、すげえかっけえ。ちょ、1段と2段調べていい？ラインナップ気になるんだ、これ買うわ。これすげえ、クオリティいいわ。こんなにクオリティいいと思わんかった、正直。もっとチャッチーかなと思ったんだけど、かなりクオリティ高いから、ちょっと今ね、携帯で、なんて調べるんだ、これ。ワンパンマン、ガチャで調べるか。ワンパンマンガチャ。あー、これが1段だな。埼玉やっぱ普通の格好してるね。ヒーロー服着てる。マントつけてるやつ。で、ジェノスと、ソニックいたんか一段で、竜巻がいる。ポーズ違いの竜巻がいる。これが一段だと思うな。で、二段がね、二段これかな。これ何なんだこれ。吹雪いるやつかな。なんかシークレットみたいなのついてんだけど、何これ。え、シークレットなんだこのシリーズ。あ、二段これだ。あ、二段シークレットあるわ。三段はこの全部で1,2,3,4,5種類だから。え、なんでそんなのシークレットなくなったんだろう。一段はなくて、二段でできて。で、四段はまだ出てないよね。三段で止まってるのか。四段はないから、三段で止まってるね。いやー、これ一段二段、コンプするわ。コンプセット売ってたら買って、また開封動画撮ろうかな。全部並べたいよね。で、四段に備えよう。ということで、今回はワンパンマンのガチャのね、第三段の開封レビュー動画でした。みんなもぜひ、このガローゲットして。いや、ガローかっこいいぞ！やっぱガローのフィギュアってだけで熱いじゃん、胸熱じゃん。ガローのフィギュアゲット、あとジェノスもかっこよかった。ジェノスもいいよな。ジェノス3段のやつ一番いいんじゃないかな。1段2段のジェノスも見たけど、なんかこの3段のやつ一番かっこいいんじゃないかなと思う。あと、吹雪欲しいね。2段の吹雪。すげえ楽しみだな。それではまた次回、次のね、1段2段、全種類コンプリート会でお会いしましょう。すげえいい感じだったワンパンマンのガチャ。特にガローがね、ガローバイバイですね。やっぱ今日はさ、ゲットしたてのガローバイバイである。いやー、かっこいいな、ガロー。